皆さん、こんにちは。公認会計士、税理士、個人投資家の足立武です。本日は、どのくらい手残りが変わる、資金運用効率から考える特定口座の源泉徴収あり、なしの選択、こういった内容でお話をしてまいります。楽天証券の投資情報サイト、トーシルで株式投資のコラムを毎週連載しております。そちらの方もぜひ、 ご覧ください本日お伝えする内容はこちらの3つとなります。まず1つ目、証券口座の種類と特徴。2つ目、源泉徴収ありとなしでどれくらい手残りが変わる。そして3つ目、資金運用効率以外の面にも着目しよう。この3つをお話ししてまいります。楽天証券の投資を知る「投資るチャンネル」。 チャンネル登録いいね。ボタンよろしくお願いします。では、早速内容入っていきたいと思います。皆さんは証券口座の種類をご存知でしょうか？意外となんとなく講座作って通常は特定口座を作るって方が多いので、それ以外にどういう講座があるのか？っていうのは意識したことが。 ないっていう方もいると思いますけども、証券口座は大きく分けると次の3つなんですね。まず1つは一般口座特定口座っていうのは昔はなかったんですね。普通の口座しかなかったとで、この一般口座っていうのは利益の計算も納税も自分で行う必要があるんですね。ですから結構大変なわけですよ。 ほとんど売買しない人だったらそんな大変じゃないですけども売買の回数が頻繁にある人はこれ自分で計算するのは非常に大変だったわけですねそこで特定口座というのができたわけですこれは証券会社が利益の計算だったり納税を我々の代わりにしてくれるとこういう便利な口座なんですねそして NISA はそれ専用の口座があって NISA で購入した株式等の売却益そして配当金は非課税になるとこういう口座ですねそして特定口座は2種類あるんですね源泉徴収があるかないかで分かれます源泉徴収なしの特定口座これは利益の計算は 証券会社が行ってくれるんですね。ただし、納税は自分で行わないといけないと。ですから、こちらの源泉徴収なしの特定口座は、自分で利益が出たら確定申告をしないといけないと、こういうものになってます。もう一つの源泉徴収ありの特定口座ですね。こちらは利益の計算だけではなくて。 納税も証券会社が行ってくれるこういういもものなんですね納税も証券会社が行ってくれますから、まあ、確定申告もいらないと、まあ、こういうことで非常に便利な口座ですでおそらくほとんどの方が特定口座を使っていてでその中でも源泉徴収ありの特定口座を使っている人が大部分だと思うんですねでそれは この今話したような特徴、利益の計算だけじゃなくて、納税も行ってくれると。だったら、源泉徴収がなしのものよりありの方がいいよねと。こういうことで選んでる方が多いかなというふうに思います。ただ、今日はちょっと違った切り口で、源泉徴収のあり、なし。どんくらい何が違ってくるか。 をお話ししたいいと思いますどのくらい手残りが変わるということなんですけども例えば1株1000円で1000株 A 社の株を買いましたでこれが守備よく株価が上昇して4000円になったところで売却をしたと、まあ、こういうケースで考えてみます利益は4000円から買った金額1000円 引いて 3, ですねでこれが1000株ありますので、3000×1000 で300万円が利益となります。手数料等もね、あの本来はかかったりしますけども、ちょっと今回は説明の都合上、手数料等は考慮しないで説明をしております。で、この300万利益が出るわけですね、売却すると。で、この時に税額がどのくらいかというと。 現在は20.315%ですから、300万円の利益に対して、約61万円なんですね。ここで、源泉徴収のありかなしかで、大きな差が出てくるんですよ。源泉徴収ありの特定口座だと、売却したときに、この税額ですね、61万円が、もう転引きされるんですよ。厳選源泉徴収ありですから。転引きされて、 売却額が一株4000円で1000株売りましたから、400万円なんだけども、利益に対する税額61万円が差し引かれるので、339万円しか手元に入らないわけですね。一方、源泉徴収なしの方は、源泉徴収されませんから、売却額の400万円が、まるまる手元に残ると。もちろんこれは後日 納税しないといけないんですけども、とりあえず手元には残るわけですね。そうしますと、厳選聴取ありと厳選聴取なしで、手残りの差が六十一万円生じているわけです。例えば、売却が二千二十四年一月だったとすると、厳選聴取ありは売却した時点で六十一万円厳選聴取されちゃいますけども。 源泉徴収なしの特定口座だとすると納税は翌年の3月でいいわけですね。ですから、源泉徴収なしの口座であれば、この源泉徴収ありで引かれてしまう61万円、この分だけ1年間運用に回して増やすことができるんですね。ですから、資金運用効率という面で言うと、 源泉徴収なしの特定口座の方がいいんですよ。源泉徴収されない税金分、最終的には納付しますけども、それまでの間、そのお金使って運用ができるわけですね。例えば、キャピタルゲインを期待して、新たに株を購入する。これもよし。もしくは、高配当銘柄への投資をして、配当金収入を得る。これもよし。あるいは デイトレード、短期売買、こういうのを中心にやっている方であれば、手元の資金が多ければ多いほど有利ですわね。こんな感じで、源泉徴収なしの口座を使うと、手残りが増えるので、利益を得る機会も増えるということなんですね。ただ、資金運用効率以外の面で見ると、また、 違った見方になってくるわけですね。源泉徴収ありの特定口座は利益が出ても確定申告不要という特徴があります。確定申告をすると所得が増えますから、所得控除は例えば配偶者の方だったら配偶者控除が取れなくなるとか。自営業の方だったら国民健康保険料が増えてしまうとか。こういう影響は？ 利益を申告すると出てしまうんですけども、源泉徴収ありの特定口座は、利益が出た時に確定申告しなければ、こういう影響は回避できるわけですね。これが大きなメリットの一つになります。で、一方、源泉徴収なしの特定口座っていうのは、原則確定申告が必要なんですね。利益が出ても、その税金を 徴収されてないわけですから、自分で確定申告して、納税をしないといけないと、でそうすると、大きい利益が出たときに、所得控除、配偶者控除ですとか、扶養控除ですとか、いろいろありますけれども、それが使えなくなる恐それもあるし、国民健康保険料が増えてしまう。先ほどの源泉徴収ありの特定口座だったら、申告しなかったら、それ回避できるんですが。 徴収なしの特定口座は原則として確定申告しないといけないんですね。ですからこういった税金ですとか社会保険料これが増えてしまう可能性があるんだけどもそれを回避できないわけです。もし会社員ですとかその非扶養者の方であれば社会保険料厚生年金健康保険料 こういったものに入ってますけども、この社会保険料への影響っていうのはないんですね。ですから、会社員の場合は、国民健康保険料、社会保険料が増えるということはないんですけども、所得控除ですね、こちらの税金面での影響はありえるということになります。では、結局、どちらを選ぶべきか、こういう話になってくるわけですけども。 何を重視したいかによって変わってくると思います。ま私自身は特定講座というものができてからもうずっと源泉徴収ありの特定講座を使っています。私の感覚上は源泉徴収ありの特定講座ですから利益が出たらその場で転筆されますけどもそれによって資金運用効率が気になったってことは正直ないんですね。 私自身はデイトレードとか短期売買をやってるわけじゃないっていうのもあるかもしれません。ですから、デイトレード短期売買中心で資金効率を重視したいのであれば、源泉徴収なしを選ぶ。ただ、その代わり税負担とか国民健康保険料の負担が増えてしまう可能性はあります。そういう税負担、国民健康保険料の負担に、 株式投資の利益がつながってしまうことを避けたいんであれば、源泉徴収りの特定口座を使うのがいいのかなというふうに思います。では本日のまとめ、まず1つ目、証券口座の種類と特徴。もともと一般口座しかなかったものが、特定口座というものができたと。それで個人投資家にとって非常に便利になったわけですね。それ以外に、まあ、ニーサであればニーサ口座がありますと。 この話をしましまた2つ目源泉徴収ありとなしでどれくらい手残りが変わるか源泉徴収ありですと利益の税金がその場で転引きされますから源泉徴収なしの場合に比べて手残りが減ると逆に考えれば源泉徴収なしを選ぶと源泉徴収ありより手残りが増えますのでその増えた分を上手に運用に回すことでより 資金効率が上げられると、まあ、こういうい話をしましまたそして3つ目資金運用効率以外の面にも着目しようと、まあ、これは具体的には税金ですとか国民健康保険料こういった社会保険料の影響ですね。で最終的には資金効率を重視するのかそれとも税金社会保険料の増加を防ぎたいのかによって選ぶという結論になります。 投資を知る投資るチャンネルチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いしますでは本日のお話は以上とさせていただきますどうもご静聴ありがとうございました